東京オリンピック侍ジャパン野球以外で山田さんが注目した良かったなと思う競技はございますか、まあ、ソフトボールもそうだねソフトボール,、ね、ボール面白いゲームあったよね <laughs> アメリカの,の <laughs> 決勝戦ももしびれる展開痺れるってこんなプレーがなんで起きるんだっていうプレーが起きたよねそれは後藤美友投手という地元名古屋出身の サバンが上野由岐子投手からバトンを受けてマウンドに立ちいきなりピンチだったんですがサードライナーを打たれて<の>サードが弾いてショートがダイレクトで取って二塁に送球してダブルプレーという。<laughs> あんなのは、まあ、ソフトボールだったらあるかも分かんないけど野球ではないよね。<laughs> まず公式ボールがサードの手首に当たった時点でボトッと。落ちろ落ちるかも。ど,どこ行くかわからないよね。あっちはず <laughs> あっちこうライナーで取,取れるようなところへ飛ぶってことはまず考えにくいよね。ないです、ね。まずないね。見たことないね。そうですよね。だショートもだけどあそこによくいたよね。<laughs> 厚み選手ねバックハンドでナイルウンドで掴んで。ね、それすぐ投げたもんね。すぐ投げました。うん、後日後藤美ゆ投手とインタビューする機会がありまして、あのプレーどうだった。 で彼女に聞くと「気づいたら終わってました」って言ってましただたかか、ね、<laughs> か一瞬分かんななったんじゃないけ、はいはい、で、あの場面で行った時の心境はっていうのも聞いたんですが<ー>これやっぱりあの、まあ、彼女たちはプロじゃないんですけども、うん、国際大会のしびれる場面で出ていく時ってどうなんだろうと聞いた時に「うん、後藤行くよ」って言われた時に「緊張」と「顔面蒼白」と「 不安とドキドキで言葉に表せないようなふわふわした気持ちっておっしゃったんですよ。ああわかるな。えこわかるわかるこうね足に力が入らないのよね。はいよっしゃよしゃ、うん、ぐあの気合が入ってよっしゃでもなければ、うん、あーもうドキドキしてどうしようどうしようどうしよう,う,しようでもないこうなん言葉にうまく表せないんですけどふわふわしたあのねふわふわっていうよりね。 どう表現したらいいかな。<laughs> これは僕はこれね、草野球で全く感じたことないです。そうそうでしょう。草野球で感じたら大変だよそんなの。あのね、もうこ国の国の期待を背負っていくんだよ。はい、期待を背負って、指名されて、はい、そういう大ピンチに行くんだよ。はい、あの、ね、本当に私もその日本シリーズとかね、そういう場面でその当番のリリーフとかもあるけど、はい、少しこう気持ちが悪くなるぐらいだよ。 なるほど気持ちが悪くなる感じですね、うん、押しつぶされそうな気持ちがもう、かーっとこう沈んでいくような、山田さんでも、いや、みんなそう、みんなそう、みんなそうですよ、表情は、かーッやがやってるけど、はい、は全然違うまさに、いや、後藤さん、なんか堂々としてるような感じでしたよって聞いたんですけど、それまでの6者連続三振を取ったとか、好リリーフで結構いいピッチングをしてたんですが、決勝だけは違ってたっていう。違う違う もうんかうわーってなんかこう本当感じたことのないようにふわふわした感じでいってあのプレーは気づいたら終わってましたっていう <laughs> ただ正確によるけどね、はい、正確によるけどで、ね、も指名された時にそういう心境になりながらねいざボールをもらってさあ投げるって時にねスイッチが変わる時あるよね,よね人によって。あ<ー>もうそこの場面任せられた場面を、はい、もうじ自分で。 もう夢中,夢中、無我夢中ってよく言うけども、はい、無我夢中ってああいうことだよね。結果もう考えてないんですよ。あそこで打たれるとか。やられるとか考えてないんですよ。ということは、あそこで悪いことも。いいことも、あんまり想像はしてないわけなんて。まあ、そうけど、そういうふうになるか、なるね、なる時あるね。うわうん、ただもう、自分の今持ってるやつを、ただもう出すしかないっていう、そういうもう。 逆に開き直りっていういい方への開き直りそれは出るる時あね今の山田さんのお話を聞いてて思い出したのが2007年11月1日日本シリーズ中日と日本ハム第5戦8回山井投手パーフェクトあの時に言った岩瀬さんに「あの時どんな気持ちだったんですか?」って聞いたことあるんですけど嫌嫌でで仕方なかったとまさかパーフェクトで来てるとは思わなくてそして。 ちょっとドームがブーイングに近いというかなんかええー、みたいな私もいたからあの時ドームに山田さん解説でいらっしゃったわけですね何をやるんだって <laughs> あ山田さんはあれは病続投派だったもちろん <laughs> もちろん日本のこの野球界の歴史が変わるんだよあれ <laughs> あ日本シリーズでの完全試合なんていうのはそうですね それをヤンマ用やろうとしてるのに、はい、なんで変えるんだと。<laughs> で岩瀬さんが結局スイッチが変わったのは、うん、直前のゴキの投球練習の時に、もうやるしかないと。うん、そうそうそう。でも嫌なこととかこういいこととかももう特にそんなことは考えずにあ,あのやっぱり真っ白になるんですよ。そういうことですね。もう目の前のバッターをとにかくやっつけるのみと。うんうんうん あの投球練習でスイッチが入ったってう,そうですおっしゃってましたあのまあスイッチ入る岩瀬投手はそこでスイッチ入ったんだろうけどももう最初から示された時にスイッチ入る人もいるあもうこう行くぞって言われた時、うん、それでたいバッターに1球投げてスイッチが変わる人もいる<ー>いろいろこうスイッチが変わる人がいるんだけども、はい、やっぱり投球練習の時にスイッチがこう入れ替わるっていうのがやっぱ一番いいだろうね 山田もそれこそしびれるようなさあこれで優勝が決まるとか日本シリーズのしびれる場面でもう超満員の球場で投げなきゃいけないっていう時っていうのは、うん、山田さんの場合こうどこでよしもうやるしかないこの嫌なふわふわ感がなくなるっていうのはどのタイミングだったんですかやっぱりバッターと対面した時だね。<laughs> これは1球を投げた後でもなければ、うん、ワンアウト5でもなければ、うん、バッターがまだネクストの時じゃなくて、うん、対面打席に入って<あ>打席に入って足場を固めてここさあ勝負ってそ,そこにバチッと入るね私はよもうやるしかないともうこれはもう打たれるわけにいかないもう自分でやるしかないもう逃げ場がないっていう。 私の場合はそうだっただから私あのコーチとか監督とかよくやったけども、はい、あ,のあんまり早くスイッチを入れるなってよくアドバイスはしましたよ。あんまり早くスイッチを入れるなやっぱね、はい、入,れる入れるのは早い人がいるの結構もうブルペンから指名されたらそこからもうグラーッと入り込んでいく人がいるんなんかよくブルペンの映像を見ますけど最後ブルペンで仕上げる時の一球をギャッと投げて大声出して <laughs>、はい、うわーって言ってかあの水もらうじゃないですか。<laughs> なんかちょっと震えながら飲んであれもいつからなったかいろんな球団がやりだしたよね <laughs> 山田さん現役の頃はないないないな, <laughs> なんか力水みたいなあの力士みたいな感じでみんなが送ってくるはいはいはい、はい行ってらっしゃい,いあんなのはもう,もう我々の時代はもう考えられない、うん、じゃああんまりこう早め早めにスイッチを入れちゃうと、うん、こう持たなくなる持たないし特にね 7回、8回、9回を任せられるピッチャーはね、私はよく言ってたのは、もう君たちはもう、このゲームに入るなと、あんまり、ーゲームの結果、終わんでいいと、はい、今、どうなってるとかね、はいはい、も5回ぐらいで分かればいいと、へ<ー>もう疲れてしまうからね、はい、いちいち見てたら。それこそ岩瀬さんも、試合の序盤は T シャツ短パンで、マッサージルームでマッサージしてもらってるみたいな。それでももいいいいしししどこかブラブララててもいいしあ 半分こうまあ髪みたいな寝れないんだけども、はい、横くなってても構わないしはあ<ー>、うん、もう最後の8回9回投げるピッチャーそれで十分そう,いうそ,そういうことですよねそしてあのソフトボールに戻りますが、うん、最後また上野さんに戻ってきて。 で上野さんがまた決める今年のオリンピック見てると、新旧交代っていうのはいろんな競技であって、例えばサッカーだとやっぱり久保建英選手が出てきたりだとか、ね、体操の内村さんが鉄棒から落下して、橋本選手がメダルを取るっていう,こう、新旧交代の波をすごく感じた大会の中、いやー、若田さんね、はい、私はソフトボールのね、<A> あの最後、上野さんにね、はい、マウンドへまた再度送り込んだね、宇津木さん監督、はい いやーこの人は本当に情が深いしね上野さんの気遣いそしてチームへの愛情、はい、あの登板私がそういうふうに見えたね<ー>普,通つ普通いかないよね。そうですね普通は ソフトボールってまたね、いろいろルールがあルルるからね。スタメンの人はもう一回出られるみたいなのもあって。うんうん、上野さん、後藤さん、上野さん。うん、最後だけど、最後の。勝ち試合の瞬間は、やっぱ上野さんでなきゃ。はあ、後藤さんじゃないんだよ。はあ、後藤さんはまだ先が先のあるから。うん、ね、まだまだ、ああいう、まあ、経験をできるわけだから。はい、まあ。 お野さんは、この東京大会でね、えー、ひょっとして最後にあるかもる。そうですね。と考えたら。うん、はい。あそこよく上げたね。私は、じーんと来てたね。はあ<ー>。うん。そして、最後、また、宇津木監督が。アメリカの監督と、こう長い間。そうそうそう。あれは、またね。アメリカの監督が偉い。ああ、そういうことですか。あそこまでよく来てね。はい、宇津木さんにね。えー、宇津木さんを称える。はい。 あれもなかなかできないよ。<laughs> あ、野球ではありえないね。監督同士がそうですね、抱き合うって。選手同士だってありえない。選手同士もないです、ねち。ちょっとちょっとですよ。最近まあ甲子園の高校野球はね、えー、よくこう言葉交わしたり握手したりしたけど。握手、はい、終わったわけど。はい、プロ野球とか普通の野球じゃ考えられないからね。うん、そうですね、うん。あれもいいシーンだったね。 いやオリンピックで本当にお酒がいくらでも飲めそうですね。<laughs> いやだからそうだし、まあ、このコロナ禍の中だったからねオリンピックによって助けられたし。 よく見たしそそれでそうでうすねやっぱり皆さん自宅にいたって方が多いでしょうかが、うん、それであのなんかわからない競技も説明してもらって、はい、あそうなのかって初めて分かった競技もあるし、はい、もスケートボードだとかよよ何,何がどうなってんだか全く分からなくて <laughs>、ね、そうですよね。うん ーサーフィンでしょサーフィンはい、だからなんかこう登っていくやつあボルダリングとかこんな今まであんまりこう自分でもわからなかった教員が「ああそ,そうなってるんか」とかねいろいろあの見させてもらいましたよ。はい